はい、ユッキーです。カブトムシ、の育成日記、始まり、今始まりじゃねえ。今日はですね、カブトムシの幼虫、なんですが、ね、の、土、マット抗がんをしました。こちらね、今ね、潜りかけてる最中ですけども、これマット交換し終わりました。はい。で、クヌギ伝説の方を、マット交換しまして、今2匹、クヌギ伝説の方に、本当は3匹いたんですが、先ほどマット交換をした際にですね、1匹お亡くなりになってた、子がいまして、黒く、まあ、茶色くなってね、もう明らかになんかヘナヘナになってて、もうなんかしぼんじゃってて、まあおそらくこれ死んでるなと思って、はい。まあ、何なんですかね。まあわかりません。お亡くなりになってました。ということで、クヌギ伝説の方はね、今現在2匹。これクヌギ伝説なんですけど、ダイソンのね、クヌギ伝説。そして、もう1匹は、ダイソーの昆虫マットっていうやつの方は1匹のみなんです。なので、カブトムシは3匹、今現在。で、幼虫が3匹います。そしてですね、コクワガタの方は、残念ながらね、卵を産卵してなかったということで、現在、オスとメスを1匹ずつしかね、いません。で、成虫ですね、どっちも。はい。で、成虫の方はですね、ちょっと外に出しておきました。ね、もう僕のね、アパートがね、ベランダがないんですよ。なので、仕方なく、ガスの給湯器の、なんか変な、バカって開けるところあるじゃないですか。そこの、スペースを利用して、そこに、置いときましたね。はい。まあ、オスメス、をね、入れておきました。外の方がね、まあ、カブトムシとクワガタっていうのはね、外の、寒く、まあ、冬はね、外に出しておいた方がいいということでね。まあ、そう簡単に、マイナスとかになっても死なないらしいですからね。で、このクヌギ伝説と、もう一つ、昆虫マットの、幼虫の方も、外のね、その、室外機の、ガスの、ね、ところにね、まあ、入れておかな、置いときたいと思います。まあ、外の方がね、まあ、無駄なね、まあ、冬眠するらしいんでね。うん。まあ、無駄な、冬に無駄なエネルギーを浪費しなくて済むということで。まあ、そういうことで、外に、入れた方が、まあ、いいということで。で、カブトムシの昆虫マットの方はですね、見た感じ、クソがそんなになかったので、交換しないでおきました。まあ、一匹だしね。うん。この容量、でかいやつに、まあ、一匹なんで、まあ、まあ、来年ぐらいに交換しても、余裕で大丈夫だなと。判断しまして、マット交換はしません。うん、こっちはね、2匹いたんで、交換しましたけど、うん。ということでね、これで、まあ、春まで、放置という感じでね、うん、暖かくなるまで、4月ぐらいになるまで、ほぼ放置ですね。うん。で、まあ、それから、まあ、どうなるかっていうのを、まあ、様子を見ましょう。うん、ということで、まあ、成長、ダイソーのね、ダイソーの昆虫マットと、クヌギ伝説でね、どうなるかっていうね、検証ですけど。まあ、今年は以上ということで、お疲れ様でした。